ゲルハルト・オピッツは、ドイツ出身のピアニスト。1953年、西ドイツのバイエルン州、フラウェナ生まれ。5歳でピアノを始める。11歳で、ハイルブロンにて、モーツァルトの二単調競争曲キロボルト466で公式デビュー。ハイルブロンのユリウス・ロベルト・フォンマイヤー・ギムナジウムを、アビトアを得て卒業後、シュトゥットガルト芸大で、パウルブックに、 ミュンヘン音楽大学でフーゴーシ首都イラーに支持した後、1973年にはビルヘルム・ケンプに出会う。1977年にはドイツ人として初めて第2回ルービンシュタイン国際ピアノコンクールで優勝。1981年にはミュンヘン音楽大学の史上最年少のピアノ科教授として就任し、2012年まで教鞭を取った。 ドイツ国内は元より世界各地で活躍しており、レコーディングも数多い。現在の専属契約先は、ドイツヘンスラー社。ドイツのイマルクトのライトシュターデルで録音された、ベートーベン、ピアノソナタ全集も収録を終え、少しずつ、ドイツヘンスラー社より、発売開始。ベートーベンの次に視点を向けたのがシューベルト。今後は、シューベルトのピアノ作品集がヘンスラー社より、 リリースされていく予定。今や1989年のブラームス、ピアノソロ作品全集、1990年代前半のマレク・ヤノフスキ・式ゲ・バントハウス管弦楽団とのベートーベン、ピアノ競争曲全集やグリーク全集など。これまでに、カルロ・マリア・ジュリーに、サー・コリン・デイビス、ボルフガング・サバリッシュ、ロリン・マゼール、リッカルド、ムーティ、ズビン・メータ、サーネ・ネビル・マリナー、 ケント・ナガ等と共演している。最近はムーティからの信頼が厚く、ニューヨーク・フィルハーモニックや、バイエルン放送交響楽団等との共演を重ねている。著者吉澤ウィルヘルム、発行者、矢野刑事、ピアニスト・ガイド株式会社請求者、印刷書、製本書、高徳書、2006年2月10日、216ページ。 isbn 四から七千八百七十二から七千二百八 x ありがとうございます。